今日はちょっとスペシャルゲストに来ていただいて、ちょっと JBBF の超トップフィジーカーのりょうさんに来ていただきました。本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。お呼びいただいて。今日は、りょうさんの、全てすごいんですけど、特になんか自分がりょうさんの好きなポイントが、腹筋とかもそうだし、肩が本当にすごいなと思ってて、その肩のトレーニングについて今日は実際にやりながら教えてもらおうかなと思います。お願いします。お願いします。普段りょうさんはゴールドジムですか？基本ゴールドジム、ゴールドジム行ってるので、一応金金ジムはあんまゴールドジムのようなマシンとか置いてないので、ちょっと今日はこの金金ジムのフリーウェイトメインでもできるようなちょっとトレーニングにちょっと工夫していただいてやっていこうかなって思いますので、よろしくお願いします。お願いします。で、1種目目のスミスマシンのプレス。甘め。ああ。このぐらい。普通結構みんなもうちょいもう1段階か、多分フルで立てるか、でフロントプレスやると思うんですけど、若干インクラインも入りそうなぐらいかと。でやってるか。とりあえず20キロ20キロつけて、ウォーミングアップで、だいたいメインセット行くまでにウォーミングアップって何セットぐらい？ウォーミングアップはだいたい4回は4回4回っていうか4回4回の重りに分けて、めっちゃ刻みますね。例えば40だったら60、70、80、メインセット一発入れてからメインに入るとか、その時々による、によるけど、それはもう怪我とか、怪我防止、やっぱ肩も怪我してるから、後押し、怪我してます。手幅とか肘の角度とかってどういう風に下ろした時に、90度ぐらいになるぐらい、90度ぐらい、90度ぐらいだから、落とす幅でいったらそんなにこの顎ぐらいまで落とさないし、だいたい顔横ぐらいで肘90度ぐらいの位置をキープして、握り方は親指を横に添えるバーに対してこういう感じになるように握ってあげる、親指この方が親指で押せるからフロントに入りやすい、これ結構人それぞれかもしれない、はいはい、けど俺はその押し方が合う感じ。でメインセットは重さだけでだいたい90つけますね。で、ここからメインセット1セット目で、回数は何回もかかる？大体4号あたりで、ちょっとレップ数は少ないんですけど、基本的に胸とかそういう種目での1種目目は低レップ、基本低レップで1種目目はやっていて、理由としては、その結局レップ数下げても重り乗せられてるパーセントが高ければ、割と回数がスパスパ回数をやるよりはしっかり効いてる時間もあるし、重さも持ってるし、ちょっと回数少ないけど、でも同じことかなっていう。確かに。Thank you.
2セット目お願いします。2種目目もスミスマシンで、今度ちょっと収縮狙い、ちょっと収縮狙い、回数はさっきよりも多めで、多めで、多めっていうと具体的には何回ぐらい、大体まあ10から15ぐらいは、10から15いけたらいいかな。椅子はちょっとフラットに、そうですね、椅子はフラットにして、で手もたれなくしてあげて、体の上下運動、上下運動、この、まあ、前後の動きで収縮かけられるところを探して、なるほど、収縮してあげる。えぐいな。2種目目の収縮狙いのスミスマシン終わって、次3種目目いきます。このフロントレイズは基本これもレイズ種目だからこそ入れてるっていう、で結構収縮狙い、収縮で、さっきも収縮だったんですけど、これはレイズの収縮なので、まあ、別で分けて使ってます。基本重心から外すで、肩重心から外れてるんで、重心を真ん中に保ってやっぱ振ってあげると、足で捉えちゃって肩への刺激が逃げるんで、体をちょっと揺さぶって振ってあげる、で重心をちょっとでもずらしてあげて、肩でなるべく振ってあげるっていうのを意識してやってます。これもあんまり重量は扱わない、扱わない、10キロ、でも10キロか。なんか5キロとかそんなもの。いやいやいや、さすがに10キロぐらいは。スタンスってあります。足のスタンス。スタンスは基本腰幅ぐらい。うん、ちょっと猫背気味かも。4セットですか、3セット、3セット、
でしょでしょ。なるべく肘を先行するからといって手首は落ちないし曲がりすぎない、うん、肘を曲がりすぎない、伸ばしたままなるべく肘で上げてくる意識で、これちょっと難しいんですけど、握りもなるべくフロントなんで人差し指と親指で握り込んであげる、なるほど、握り込みながら上げてくる感じ。そしたら今フロントレース終わって4種目目に行きます。次がサイドレース行きます。今のも本当軽いだけでレップ数がちょっと多いような感じ。フォームとか狙いとかはほとんど変わらない、重量を持つかレップ数を増やしての変化とか全然変わらない、フォームがほとんど、まあ、ちょっと収縮強まるかな、あ軽い分、なるほど、軽い方が。5種目目です、ね、5種目目やって、次はもうちょっと違うやり方のストレッチメインのサイドレース、サイドレースをやります。それもダンベルですか。これダンベル、ダンベル。僕としては手を後ろに持ってきて吸ってくるような感じ、でストレッチをなるべく意識したいんで、まあストレッチからミドルポイント半分ぐらいまで、この収縮までいかない感じ、あもう半分までぐらいで、ここのストレッチをしっかり、まあ、見てわかるんですけど、ストレッチのセパレーション入っているところ、このストレッチのところでしっかり握り込んで、外に、これをギュッと握り込んで、いいしたい。わかりました。次やっとリア、やっとっていうかリア行きます。リアが7種目目にリアです。やっとね、やっとらしいです、はい、いやきついんですよ。サイドだけでもレースだけでもいろんな種類があるから。で7種目目はフェイスプルド、フェイスプルで、フェイスプル、はい。これが8種目目の種目目、最後の種目になります。最後の種目、はい、最後がケーブルを使った時間、ケーブルを使った、リアレイズ、リアレイズ、ね、収縮もストレッチも両方フルで結構動かせるような種目、割と収縮も狙いやすい、うーんで割とおすすめではある種目であります。はい、これはもうThank you.
から。で、はい。バッテンに持って、体をマシーンの真ん中に立つようにして、気持ち、大股一歩ぐらい後ろでもいいですか、ね。で、背中を丸めちゃう。はい。で、骨盤の前傾を外して、丸めます。で、肩甲骨を回転させてから、収縮。はい、今りょうさんの肩トレーニング終わりました。でもありがとうございました。本当になんか普段自分がやってるトレーニングになんか近いようでちょっと違うみたいな、そのポイントポイントが肩の効かせ方とか意識してるポイントとかがすごい自分には新鮮 でめちゃめちゃためになったっていうか、なんか僕が勉強させられたっていう感じでした。本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。で、まあ、今日は肩トレーニングやって、僕は結構肩のトレーニングってすごい繊細で難しいじゃないですか。そのいろんな角度から当ててあげたりとか、全体的な肩トレーニングのコツというか、なんかここだけは外せないポイントとか、肩トレの一番外せないポイント、なんか肩は基本的に体幹から外した方がいい種目が多分多いっていうのがあって、ちょっとプレス系だと違うんですけど、でもイメージは体幹から外れた部分なんで、基本はちょっと気持ち動かすのを肘から動かしてみたり、肩から動かすんじゃなくて肘から動かすようなイメージにしてあげると重心はちょっと外に外せる。肘を曲げ伸ばしするイメージ、肩関節から収縮を狙いに行くんじゃなくて肘から狙いに行くと外になるべくイメージですね、あくまで、まあ、イメージって言えばそういうイメージ、そういう意識で意識やるのが大事、一番大事だなって思います、肩も、まあ、やっぱ難しいのですごいためになりました。いえ、こちらこそ。ないんですよ、僕は肩がでかいよ、まあ、今年もりょうさんコンテスト出られると思うんですけど、一番最初は何で、一応予定では7月後半のアジア選手権、アジア選手権、はい、で8月の後半のオールジャパン、 JBBF のオールジャパンで、予定は分からないですけど、ちょっとこれは分からないですけど、10月ぐらいにアーノルドクラシックヨーロッパ、これは一応 JBBF エリートプロの団体のアーノルドクラシックです、に出場とあります。で10月の末に、世界選手権が最後に残っている。りょうさんは、まあ、パーソナルトレーナーとして活動されているので、世界で戦える体を作りたいんでしたら、りょうさんに教えてもらえれば間違いないので、ぜひ気になる方はインスタグラムやってます、インスタグラムやってるので、そちらに、まあ、ダイレクトメッセージとかしてもらえると思います。はい、DM か、LINE アットがプロフィールに、ハイライトの方についてるんで、そちらに連絡をいただければお伝えをさせていただきます。ぜひチェックをお願いします。で、もちろんポージングのセミナーとかもやっていらっしゃるので、気になる方はそちらもチェックをお願いします。ありがとうございます。ポージングセミナーは不定期というか、大体不定期でいきなり告知し始めたので、インスタグラムをチェックしていただければ間違いないできる。分かりました。で、まあ、今日は本当に来ていただいて、いやもうこちらこそ、松戸市でちょっと田舎というか結構遠いですね。そうですね、遠かったですね。1時間半ぐらいかかりましたね。もしこの動画が良ければグッドボタンをお願いいたします。チャンネル登録とりょうさんにも飛んでみてください。はい、ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。